皆さん、こんにちは。タイ人僧侶のソムキャットと申します。どうぞよろしくお願いします。これからの番組は、瞑想セラピーという番組ですが、つまり私たちの人生に幸せをもたらす方法を紹介する番組なんです。皆さん、最近日本ではマインドフルネスという言葉を耳にしたことがあるかと思いますが、これは今この瞬間に意識を向けて、そしてあるかままを観察するトレーニングの方法ですが、その方法はつまり瞑想することです。瞑想と聞くと日本人の皆様はちょっと怪しげな気持ちを持たれるかもしれません。そんな面倒なことをしなくても、頭をぼーっとすればいいんじゃないの、そう考える人もいるかもしれないです。皆さんしばしば言われることですが、脳は体の 2% ほどくらいの大きさだけなのに、この体が消費している全エネルギーの 20% も使うと言われています。その中でデフォルトモードネットワークという脳の回路が脳内の 60% から80% くらいの膨大なエネルギーを消費していると最近の研究が実証されています。このデフォルトモードネットワークとは、つまりアイドリングの状態なんですね。意図的に何も考えなくても脳は常に働いています。これはデフォルトモードネットワークと言いますが、車に例えるのなら、車がたとえ止まっていてもエンジンをかけたままアイドリングの状態を続ければですね、いつでも発進することができます。ただこのアイドリングの状態が過剰になりすぎますと無駄にガソリンを使ってしまってですね、燃費も悪くなってしまいます。脳も同じですよ。脳は例えば皆さんは意図的に活動しなくてもですね、いろんな考えをしています。過去のこととか未来のこととかですね、常に働いています。脳はいざという時のためですね。ただこの無駄な考えをが過剰になりすぎますと、脳は休まることはできなくて疲れていってしまいます。瞑想というのはこの頭の脳、これをコントロールすることのための方法なんですが、つまりデフォルトモードネットワークという脳の信号回路がの働きが過剰になりすぎないように、それをコントロールすることのための方法なんですね。瞑想というのはこういう、最近の本屋さんとかもこういう言葉がありますが、最高の休息の方法だと今世界的にもよく知られている方法なんですね。今日はタイで本当に一番簡単な瞑想の方法を皆様に紹介したいと思います。やり方は、本当はタイの中にはいろんなやり方がありますが、私が日本に長くだいたい10年間住んでおり、日本の方はこの方法は一番向いていると自分が思っています。これまでも多くの方にこの方法を紹介してきました。多くの方がこの方法を通して内面の幸福に至ることができて、皆さんはすごく良かったと言ってくれました。だから今日皆さん約20分だけの時間ですが、一緒に瞑想の実践を行っていただきたいと思います。まずやり方は座り方から始めてください。ご自分にとって最も快適な方法、座り方を整えてください。
目をつぶる時も眠ってる時のようにつぶってください。あとは床に座ることもできるし、ソファーなど椅子に座ってもいいし、椅子に座る時には椅子に寄りかかって座っても構いません。できるだけリラックスできるその姿勢を整えてください。あとは私の声に従って行いましょう。よろしいですか？では実践の時間に一緒に入りましょう。まず目は軽く優しく閉じましょう。眠りにつく前のようにゆったりとした気持ちでここに安心していて座ります。緊張したり焦ったりしないようにゆったりと気楽に行いましょう。2、3回くらい深呼吸をしましょう。喜びを感じながら息を深く吸い込み、心のすべてのわだかまりを吐き出します。息を吸い込むときには、その空気が皆さんの鼻を通して体内に入っていて、お腹の真ん中くらいまでに吸い込みます。吐くときには、そのお腹から空気が出ていくように感じましょう。リラックスして、楽にゆったりと行います。自分がたった一人で、気持ちよく座っていると感じましょう。この広大無辺の夜空の下でゆったりと座ります。さあ、リラックスしてゆったりと休みましょう。そうすれば体も心も徐々に解放されていきます。眠ってる時のように気が楽になり、ゆったりと内面からの幸福を感じましょう。では深呼吸をやめて自然に呼吸をしましょう。次に全身の筋肉をリラックスさせましょう。頭から足のつま先まで、上から徐々に下まで、リラックスさせて行きます。楽に行いましょう。頭をいつも考えすぎたり、いろんな物事を抱えてしまったりしているところです。
特に、おでこや、目の周りの筋肉、そこの緊張感を緩めましょう。眉間のところ、顔全体、全細胞のすべての緊張感を解き起こします。首のあたりへ、両肩へ、肩の力を抜きましょう。今まで背負えてきたすべての責任や思い、悩みなど、すべてを下ろしましょう。両腕、手の指先まで、徐々にリラックスさせていきます。眠っている時のように、気楽に、気楽に行いましょう。胸のあたりやお腹へ、背中、腰へ、足の指先まで、すべての緊張やすべての力んでる場所をリラックスさせましょう。そうすれば、体も徐々に解放されていきます。まるでこの体がシャボン玉になったかのようになってきます。あるいは空を浮かぶ雲のように軽くなってきます。焦ったり、頑張りすぎないようにリラックスしてゆったりとしましょう。楽に、さばいさばい、さばいさばいというのは、気楽に、リラックスという意味です。すべての物事を、一時と下ろしましょう。会社やお仕事、抱えている問題こと、家族のことや、明日のこと、今までの悩みなど、すべてのことから自分の解放しましょう。そうすれば、心身ともに軽くなりますから。どんなに重い物事でも、この人生において、ほんの一部の期間に過ぎません。いつかこの問題ことがなくなります。いつまでも終わらない問題ではありません。ですので、その心配事で悩まないでください。すべてを下ろせば良くなりますので、すべてを下ろしましょう。まるで今まで皆さんが重い石を背負ってきています。
もう重い、もう我慢できないと思ったら、その重い石を下ろせばいいわけです。人生に起きているすべての悩みも下ろせば良くなりますから、下ろすことで幸せはおのずから皆さんの人生に集まってきます。ですので、ゆったりとすべてを手放しましょう。まるで自分がこの世界に生まれたばかり赤ちゃんのように、責任もなく心配事もありません。あるのは無邪気で幸せな気持ちだけです。そうすれば心も解放されていきます。羽を広げ、空を羽ばたく鳥のように自由になっていきます。ゆったりとこの楽な気持ちを味わいましょう。楽になり、ゆったりとすべてを下ろしましょう。今自分がたった一人で気持ちよく座っていると、このどこまでも広がる夜空の下でゆったりと休んでいます。体もすべての緊張から解放され、心もすべての物事から解放されました。自分の体はまるで周りの空気に溶け込んできます。体の中には宇宙空間のように何もないところです。内臓もなく骨もなく、あるのは宇宙空間のように空っぽであり、この体の真ん中に、だいたいお腹の真ん中に、ゆったりとしている空気が広がっています。そこには少しの緊張感もなく、ただただ気持ちいいな、幸せだな、そういうエネルギーが広がっています。ゆったりと内面からの幸せな空気を味わいましょう。自分の今の感覚、意識など、体の真ん中、そのお腹の真ん中に意識を向けましょう。そこには広がりがあり、自由な空気に包まれています。ではしばらく、この内面からの幸せなエネルギーを味わいましょう。ゆったりと楽に。
ゆったりと楽にお腹の真ん中に意識をとどめ続けましょう。楽に気持ちよくゆったりとリラックスします。楽にすばいリラックスしましょう。これからこの瞑想で得られた心地よさやこのすばいの気持ちを
この世界の人々と分かち合いましょう。まず自分のお腹の真ん中から、そのリラックスした気持ちを広げてください。上下左右に広げます。自分がいつまでも幸せでありますように、そう思いながら広げましょう。そして周りのすべての生き物たちがみんな幸せでありますように、そう祈って広げてください。ゆったりと気楽に気持ちよく、すべての生き物たちの幸せを祈りましょう。この世界にはまだ苦しんでいる方々が多いです。そのすべての方々がその苦しみから解放されますように、みんな仲良く平穏に暮らせますように、ゆったりと広げてください。楽に気持ちよくゆったりと行いましょう。そして最後にご自分のために祈ってください。これからの人生が毎日幸せで生きられますように、皆さんの人生からすべての悪いものことや消え去れますように、皆さんが内面の幸福に至ることができますように、ご自分の望みを祈ってみてください。内面の御仏様が皆さんの願いを叶えてくださりますので、では瞑想の最後に、これから皆様のご幸福のためにお経を唱えますので、どうぞ手を合わせて、この幸せなエネルギーをお受け取りください。サッペプッタパラパッタパッチェカナンチェヤンパランアラハンタナンチェテチェナラカンパンタミサパソสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต皆様がいつまでも健やかに暮らせますように祈念いたします。いかがですか？今日の瞑想会、少しでも幸せを感じましたか？では次回また一緒に瞑想しましょう。今日は本当にありがとうございました。